こんばんは、うだらぼの時間です。塾長須田駅とりんちゃんです。よろしくお願いします。はい、2週連続、はい、ね、チャゲアスさんです、はい、なぜ2週連続やったのか、なんで2週目もやるのっていうお声もあると思いますけども、うん、この間ね、あのチャゲさんのライブちょっと行かせてもらったんですよ、うん、でちょうどこの、動画が放送される頃にはツアーが終わってますんで、うん、ネタバレして大丈夫っていう感じなんで、はい、ちょっとやりたいと。チャゲライブツアー2023年ウィンディーロード感想会でございますけども、はい、一足先にちょっと、そうですね、チャゲさんいただいてきました。いえいえ、追いかけますまあてな感じなんですけども、うん、チャゲさんのソロの曲って何か知ってる曲ある？ソロですか？ソロ曲、ソロ曲、エピローグとか、あの要はチャゲヤス時代のやつが、ああ、なんか題名は、まあ、エピローグが、まあチャゲヤスの前というかね、そのチャゲさんソロというかデビュー前の曲ですけど、はい、あとあのこの前ちょうどあの歌分析でもやってるよ。マジですか？何曲かやってる。3曲したんじゃない？ね、ソロソロっていうかそのチャゲさん曲。あ、だからロマンシングヤード、ロマンシングヤードだと野球部、うん、とあと1個ありますよね。なんかある、1回やって1回やって、そうですね、テレン、あっちテレン、やばいテレン、あのなんかバーっぽい雰囲気のやつ、バーっぽい雰囲気のやつ、あ、やばい、違うホタル、あ、そうだ、ホタルっす、うん、バーっぽい雰囲気のやつ、そうそうっていう、ね、で、チャゲさんソロ曲も多かったんですけど、うん、チャゲヤス時代のチャゲさんの曲も、まあ、何曲かやられてるんですけど、うん、ちょっとね、ここにもあるんですけど、ちょっといただいてるんですよ、うん、前にソロコンサート、そう、チャゲライブツアー2018クリムゾンのブルーレイね、でこれ予習してるんです、これ でこれ予習して、うん、で俺も CD いただいたんで、うん、マルチマックスの CD と、はい、うん、一応僕の持ってるデータはこれなんですよ、はい、でこれをとりあえず見て聞いて、でウィンディーロードって曲で紙飛行機飛ばすんですよ。ああ、なんか、そう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 、ね、紙飛行機飛ばすんで、紙飛行機をもう15年分ぐらいに折りました。おで YouTube で見て、はい、一番飛ぶやつ一番飛ぶやつ、紙飛行機折り方みたいな、うん、してあの紙飛行機作って、でそれでもう俺は5機ぐらい作って、5機装備して、こうとりあえずきっかけは絶対、サビの頭に、うん、パーンって言うから、俺間違えたらあかんから、ここでそう曲流しながら練習したんや。ちゃんと一人で横を練習して、うん、ああこれバッチリみたいな感じになって、で当日迎えたんですよ、うん、なんかね、僕ことはそのツアー行ってまずちょっとこうびっくりしたというか、うん、めちゃくちゃロックやって、へえ、僕結構ロック好きなんで、うん、結構ギターギャンギャン行くし、ね、照明も結構バチバチ動くし、うん、なんかほんまロックバンドみたいだったやんか、でめっちゃかっこよくて、うん、なんかそのこれ見てたけど、うん、まあ、マルチマックスはまあロックって感じするけど、うん、あんなに結構ロックで来んねやと思って、もうそれが一番びっくりしたし、めっちゃテンション上がったやつ、うん、やっべーみたいな感じであって、で当日あのゼップナンバーっつう行ったんですけど、行かしてもらった時にこう受付でその知ってる方と喋ってたんですけど、うん、はい、結構声かけてくれるんだ、お塾長みたいな聞こえるわけもしやめて、パッて見て、うん、ああそうですよって言ったら、うん、それで喋って、まあ、いつも見てますとか言ってくれて、うん、である方が声かけてくれて、うん、あの男性の方でね、うん、あのいつも見てますみたいな、すごいこう伝えてくれたんです。ありがとうございますって言って、でまたそこでちょっと喋ってたら、うん、パーってまた戻ってきはって、うん、ちょっと待っててくださいって言われて、うん、何やろうなと思ったら、うん、T シャツ買ってきてくれたんですよ、お俺に T シャツ、ツアータオルと、そう T シャツとタオルね、ありがとうございました、本当、あ、これやね、ちゃんとほらこのウィンディーロードのライブやから紙飛行機飛んでしょ、ね、ここも多分これチャゲのチーやろね、これ、あ、うん、すげえ、めっちゃ可愛いよね、うん、これね、なんか普通にデザインとしていいよねいいですね、うん、XL しかなかったんですけどって言って、
まあでも XL 入るからさ、うん、S 危ないから。いやそうですね、もうパッツパツだね俺。いやいやありがとうございましたっていう、本当にありがとうございます、大事にさせてもらいますわ、うん、っていう感じでやらせてもらいました、うん、ほんで最初ね、この選手もちょっとお話しましたけど、うん、こう入り口であのたくさんお話しさせてもらったんです、うん、いろんな方と。で喋ったら座席ついた隣にいてはったっていう。僕だから最初気づかなかったです、はい、でパーってあここかって思ってパーって見たら、うん、あらって言われてパーって見たらえって思って、さっき話した人やみたいなすげえでめちゃそのいつも YouTube 見てくれはる人でみたいなんで、うん、へえって言って、ほんでちょっと始まる前にまだちょっと時間あるから、うん、まあ、ちょっとこうチャゲヤスの話したりとかして、うん、で僕ちょうど下手側の1階席の後ろから2番目ぐらい、あなるほど、はい、だから絶対かでもこう割と近く見れるからさ、うん、で最初オープニングアクトにこうザ・ソウルさんっていう、うん、なんかオープニングアクトさんがいて、うん、まあ、チャゲさんの多分仲いいミュージシャンの方なんですけど、めちゃくちゃ元気でパワフルで、もうなんかもうそこでちょっと元気もらうわけ、うん、あなんかそのチャゲさんのなんかこうハッピーな感じがもう もうその時始まってるから、うん、わなんかいいなみたいな感じになって、で1曲目始まったらその最近新曲で出された曲やね、あの幸せの不条理っていう、あの結構ロックな曲やってて、うん、うわかっこええと思って、で俺びっくりしたのがめちゃくちゃ声出てるっていう、でその前の日福岡に 2days 目やからね、いや俺 2days 目って結構攻めるよなと思って、しかも遠征の移動も入れてんのに、うん、めっちゃ声出るやんと思って、で絶対ボイトレしてんちゃうかなと思ってね、うん、っていう話してたら、うん、やっぱやってはる話があって、うん、あじゃないと出ないよなと思って、うん、だからめちゃくちゃすげえ、なんかなんていうかな、こう60代ともう忘れちゃう、うん、見てたら、うん、だから僕らがいつも分析で見るチャゲさんのやっぱあの声にめっちゃ近いし、それ多少はやっぱちょっと違うかもしれへんけども、うん、でもなんかあの時の映像に戻るというか、チャゲさんやっていう、そこがやっぱ僕ちょっと感動したっすね、うん、でやっぱりそのなんかこうギターの弾くこの身振りとかさ、うん、ステージ動き回るとか掛け声とか、なんかねやっぱりその見せ方がもうミュージカルみたいというか、そのセトリの中でちゃんとその自分の動きとか掛け声とかももう全部含まって演出になってるみたいな方やったから、めちゃくちゃ勉強になりましたよ、うん、僕は。でやっぱチャゲさん独特なのハッピーな MC もめっちゃおもろいのよ、そう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 、結構その大阪は大阪しか分かれへんようなこと言うのよ、うん、あの大阪ローカルの CM の話とかみんなで掛け声とかしてて、関西連携とか言うのよね、はい、みんながそれに後がついてくるとか、そんなやってて、いやいやよかったなと思って、うん、めっちゃイケてよかったんですよ、うん、もう楽しかったっていうのがまあ大きなところなんですけど、うん、で僕の中であのお気に入り曲があるんです、うん、はい、聴いた中で僕初めて聴いた曲もあったんですけど、うん、まずやっぱ幸せの不条理僕すごい好きなんです、うん、かっこいいなと思って、でその次春の雪、うん、これすごい良かったんです、うん、僕最初知らなくて、うん、ほんなら隣の方教えてくれたんです、うん、こう春の雪って言うんですみたいな、うん、めっちゃええ曲やなと思って、ほん でこの曲は知ってるんですよ、東京タワー、うん、チャゲさんのソロでは、まあ、結構有名な方なのかな、東京タワーすごいいい曲で、で僕ちょっと泣いた曲あるんですよ、1曲だけ、めちゃくちゃ良くて、なんかずっとこうハッピーな感じとかも多かったんです、うん、でそのなんか2つ前にあの2人のアイランドとかやってて、あ夏夏とかやってて結構盛り上がってて、でそっからなんかその いきなり落とすんやと思って、うん、で1曲挟んで東京ドールって曲やってから、でイコールって曲やる、うん、俺イコールの時もやばくて、もう詩が松井五郎さんだよ。あでその作曲がチャゲさんで、うん、チャゲさんもそのちょっとまあちょっと曲の作れなかった時期の中で、うん、自分のそのもう一回曲作れる突破口になるその曲なんよね、これ、うん、もうめっちゃいい曲で、もうあれから何回聴いたかっていうぐらい、あれちょっと聴いてほしいんです、はい、イコールはもうめちゃくちゃいい曲やなと思って、あのこれお気に入りです。ほんで僕はやっぱもう絶対聴いたかったのがウィンディーロード、
まあ、ウィンディーローダー絶対やるやん、うん、そうなの、ツアータイトルでやれへんかったらそれはショックすぎるようになったから、うん、やっぱウィンディーローダー聴き方が僕はめっちゃ良かったかなみたいな。でアンコールがあって、うん、アンコールでパーって出てきはったら1曲目なんかバスとか電車で遅れて見れなかった人とかって言ったら、だからみんなおったのに、うん、まあまあ手上げんだよみんな面白いですっていう、うん、ほんならもう一回っつって、うん、あの幸せの不条理もう一回やってくれて、うん、でその時にあのオープニングアクトのザ・ソウルのボーカルさんと一緒に、多分音源でハモってんのかな、あなんかその再現じゃないけど、うん、なんかそういうのやってはったかなみたいな。でやっぱ全体通して僕はやっぱ結構メインギター弾きなんで、やっぱギターで作ってる曲が多いなって感じして、うん、僕はすごい好みでした。やっぱりなんかこう次が読めるけどかっこいいみたいな、うん、なんかロックって感じがすごいしてすごい良かったなって。で振り付けが多かった、曲の中で。なんかそれがなんかね、こう飛鳥さんのライブではあんまなかった感じやなみたいな感じしてね。なんかね、共有感がすごかったかな。だからライブの中でのその空気感というか、僕もあんまり手とか上げないんですよ。もう上げてたもんね。やっぱりそうですか。上げてたもんね、マジで。なんか楽しそう、なんかみんながもう満面の笑みでこう振り付けやりはるから、もう釣られてしまって、俺も、うん、もうずっと振り付けもう横の人見ながらああそっちからなんやみたいな、うん、間違えたみたいなとかあったけど、ああいうのちょっとやらせてもらいましたよ、うんうん、でやっぱ全体的にすごいロックでした。だから今回のツアー型もロックなんかなみたいな感じはまああったと思うんですけどね、うん、でやっぱバンドアレンジやっぱかっこよかったな。ギターのやっぱリフとかかっこよかったもんな、すごい良かったです、うん、でもうチャゲスさんもそのジンちゃんがよく言う声のツヤみたいな、うん、ずっとあるから、うん、なんかやっぱロックボーカルなんやなみたいな、うん、ちょっとやっぱ僕は思いましたね、はい。で今回だからその次の週の羽田、うん、ゼップ羽田でツアーがね、うん、あの終わってますし、うん、これ多分放送される頃にはもう終わってる感じなんですけども、うん、でもうやっぱね、僕はこの YouTube のお礼を一応言えたっていうのが、もう何よりも感無量ですよ、うん、私は、はい。またあのご縁があってね、うん、あの面会させてもらったんですけども、うん、もうドキドキやんてか多分ね、何回やってもドキドキすると思うね、うん、まあ、あのお二人は。でやっぱまだまだパッて出てきた時に本物やと思ってでそれであの話してて、あのいつも YouTube で「あのチャゲ&アスカさんの歌分析やらせてもらってるんです」って言って「で津田ゆきっています」って言ったら「あ、何か名前聞いたことあるな」ってなって、何か多分そのファンの方がコメントでブログとか多分その Twitter とかのリプとかで書いてくれてはんのは見てるから、だからやっぱその認識はしてくれてたっぽいんで、いやありがたいなと思って、俺怒られたらどうしようかなって分析なんかすんで、だからまあちょっと覚悟してたんです、怒られるかなと思って、まあ一応 YouTube で上がってるやつをね、うん、引用させてもらってるわけじゃないですか、うん、僕らってね。だからいやでもなんかこうね、ありがとうございますってこう直接言えたっていうのがめちゃめちゃ良かったなと思ったし、でやっぱそのね、お隣に座った方がこう、あ、これね昔のチャゲアスの曲なんですよとか、うん、やっぱ教えてくれるっていうのめっちゃありがたい、最強のサポーター、最強の、うんうん、なんかこうなんていうかな、美術館見に行ったら音声流れてるみたいな、あ、そうなんだ、うん、みたいな思いながらこう見れるみたいな感じがね、良かったなって感じでしたよ、はい。だからめっちゃかっこよかった、うん、だからみんなのまたあの意見聞きたい、ちょっとねコメントしてほしいな、ちょっとね。またあの要望があれば生配信もね、面白そうじゃないですか、はい。前はほらやっぱ飛鳥さんの時は銀ちゃんも行ったからともあったけど、今回俺とりあえず俺だけ、まあ最初1回目はやっぱね俺だけの方がええかなと思って1回とりあえずみたいな1回ちょっと見させてもうてみたいな感じで、まあ、一回見させてもうてというか、またね、例えばその、なら面会させてもらうとなってもさ、うん、いきなり知らんのに俺らが二人で行ってもさ、うん、もうちょっと迷惑かかるかなと思うわけ、うん、俺は。そうそう。っていうのがあるから、ちょっとやっぱ僕、最初一人で行った方がいいかなと思って、うん、行かしてもうたんですけども。いや、でも、
また来年があるんだら、うん、もうまた絶対行きたいよね、うん、いやなんかねすごいなんか曲の中にいろんな表情があるなって思いました。チャゲさんって、うん、すごいセクシーに歌う曲もあるし、うん、ガーって吠える曲もあるし、うん、なんかにっこり笑いながら歌う曲もあるし、うんうん、なんかなんちゅうんかないろんな顔があったかな、うん、サングラスかけてはるけど、うん、目は見えへんけどでももうそれは十分に伝わったかなって感じがしましたね。で MC 面白いし、うんうん、で MC もなんかすごいなんかね親近感のある MC ねえねえ聞いて聞いてみたいな感じ、なんかあすごいいいなってなりました、うん、なんか遠い人やけど、うん、近くに感じれるっていうなんか感じが、うんなんか俺はすごい良かったなって思いました。ぜひ皆さんの感想もね聞かせてほしい。僕は銀ちゃんにあのイコールをああそうです、ね、ちょっとおすすめしたいですね、はい、ぜひ聞いてくださいという感じでございました、うん、はい。銀ちゃんまた来年じゃあ一緒に行きましょ う、もし今年はねあるんか分からへんけども、うん、もう今年はないじゃないですか、まあそうですね、このタイミングなんで、ねはい、なんでまた来年ね。で皆さん本当会場で声かけてくださってありがとうございました。本当いや面白いね熟超みたいなでも分かりやすいですもんねきっとまあまあ多分、ねうん、でやっぱ結構な人が1万人おめでとうございますって言われた、10人以上はいたよ会場で、1万人おめでとうございますとか言ってめっちゃ嬉しいよねやっぱね、うん、そんな言ってもらえたらねっていうところありましたんでありがとうございました。本当にチャゲさんのソロもねまた、うん、あとマルチマックスもそれやりたいですね。だからもうってなったらウィンディーロードになるでしょ。ああそうですもん ねウィンディーロードまでちょっと近々ちょっとやらせてもらおうかなと思ってますので、うん、ぜひよろしくお願いします。はいっていう感じでございました。クラファンご支援ありがとうございましたって言ってまだ僕収録してる時は終わってないんですよ、うん、だから嘘っぽい顔になるんででも一旦これまだ今日は終わってないですよ。今日は終わってないけど、うんうんうん、放送の時にはクラファン終わってるんですよね。なんで皆さん本当にありがとうございました。本当に先に挨拶させてもらいますけども、いやでも本当に今回そのクラファン1ヶ月の中で、うん、僕8月の中頃かな、うん、にパッて思いついて、うん、路上ライブやろうと思って、一番の宣伝だろうと思って、うん、でまあ普通に考えたらさ俺は出ないわけじゃんそのやる必要はないじゃん、うん、てかやったとしてみたいな、うん、でもこのイベントを知ってもらうっていうことで俺ができることってまあこうやって YouTube をこう発信し続けることはもう要はもうルーティンじゃないですか、日課みたいにやってるからそれはそれですし、でもそのもっと知らない人たちとか大阪のこうリアルな大阪で歩いてる人たちって考えた時に、でライブハウスでもしやるってなったらライブハウスにアクセスする人にしか知ってもらえないじゃないですか、ってなったらこう制限があるなと思って、じゃあ制限のない人に伝えていくにはどうしたらいいかなと思ったら、じゃあ俺がギターとかピアノ持って行って路上で歌えばいいんやと思った。でそこで泊まった人にこのチラシとかお配りさせてもらって、クラファンだったりあの会場に来てもらうっていうところを僕やればいいんだと思ってね、それが俺の一番できる武器かなと思って、ちょっと8月のだから後半ぐらいから始めたんですよ路上ライブね。もう実に 6,7 年ぶり路上ライブやんのって、いや別にもうやりたくないとも別に思ってなかったですけど、うん、なんかまあまあなんとなくちょっと路上ライブもうちょっとねやってなかったですけど、まあコロナも間に挟んで僕好きなんですよああいうとこで歌うの。全くみんな他の用事で外歩いてんのになんか聞いちゃうとか、うん、なんかそこでやっぱりなんかこう声かけてくれるとか出会えるじゃないですか、めっちゃ素敵な歌でしたねとか頑張ってねとかさ、こういろんな声かけてもらうのがすごい好きなんで、だから僕路上ライブすごい好きな人なんですよ。なんかその久しぶりにちょっとやらせてもらってなんかかな忘れてた感覚やね。で歌えば歌うほどこうブワーってこう人も集まってくるからさ、でそれでやっぱそのうちに来てもらってる生徒様があのお手伝いでチラシ配りしてくれてるから、うん、ほんまこうみんながこう一丸となってね、うん、今こうやってあのやらせてもらってます。ほんで、まあ、今もやってるんですよ。クラファン終わっても路上ライブやってるんですけども、まあ、それはもう募金活動ですね。
ライブの、まあ、少しでも多くね、寄付できたらいいなと思うし、うん、出演の皆さんに還元できたらいいなと思ってるんで、ちょっともうギリギリまでちょっと僕やってみようかなと思ってるんで、またぜひね、大阪駅の周辺で、今だいたいね、阪急百貨店と JR の歩道橋を渡るところの阪急側でやってること多いんです、うん、空いてたらちょっとそこでいつもやろうとしてるんですけども、夜の9時から僕は1時間ね、だいたい歌ってますんで。この間雨降ってたから、ああで屋根あるからね、うん、始まりはいつも雨しかないやろと思いながら歌ったけど確かに、うん、っていう感じです、うん、銀ちゃんも一回見に来てくれましたからね、どうでしたかみんなのあの歌。いやすごいなんか幸せそうで良かったです。なんか普段見る位置なんか見ないんで、ああいう、そうやね、そうやね、確かにね、はい、普段みんな見る表情とはまたちょっと違うもんね、はい、だからそうですね、うん、それこそ塾長があそこまでガーって歌ってるのも、なか確かに、ね、なかなか見ることないんで、銀ちゃん来てくれた時にもドラムの音ガンガン鳴ってたな、うん、あれもう喉やられるよな、あんなでかかったらな、って感じなんですけど、なんかこう今なんかね、みんながそれぞれなんか、うん、こうこんなやるぞっていうのを思ってね、ちょっとやってるのがなんか僕は見てて嬉しいなと思いますし、まあ、こうやってなんか YouTube でね、最初チャゲヤスさんとか玉木さんとかね、今はエレカシさんとかいろいろやらせてもらってます。で、あのクラバンの支援とかにコメントもらえるんですけど、エレカシのファンの方もあのご支援いただいてるんですね、あの本当にありがたいよなって思いますよね。なんかまさか YouTube やっててこう俺まあこういうことをやると思ってなかったから、今年の頭もそうだけど、やっぱちょっと春終わったぐらいかな、梅雨ぐらいの時からかな、ちょっとこういうのやってみようかなっていうのをこうちょっとぼんやり思うようになって、で実際やるって決めたんがもう6月の中頃ぐらいなのかな。でそこからこう準備し始めて、まあなんやかんや言うてまあまあ半年近く、準備期間があって、で今はもうプロモーションみたいなことでちょっとやらせてもらってて、 YouTube のライブとかも結構しつこく今やってるんですけど、まあまあじゃあライブ終わったらね、11月のライブ終わったらもういやまあ YouTube ライブはそんなすることないと思うしまあ今はね、うん、はい、っていう感じかなと思ってるんで、まあ、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。そしてあのお知らせなんですけど、10月の23日ですね、ファイアループさんで、1万人達成記念のね、公開配信あるんですよ、大阪寺田町ファイアループ、ね、チャージがないっていうね、すごい良心的なね、入場料ってやつですね、チャージなしで、ワンドリンクは必要ですよってことですね、ただドリンク頼んでいただくね、感じでございます。でオープンが18時でクローズが23時半なんで、まあ6時に行けないけど、まあ、8時ぐらいで行けるかなっていう人はあのまたぜひそのね遅れてでも来てもらいたいなと思ってます、はい、銀ちゃんもいるんでね、皆さんとちょっとお話できたらなと思ってますんで、だちょっと5000人の時はあのチャゲヤスの出会った曲とか、うん、初めて行ったライブとか、うん、まあ、ちょっとそんな話させてもらったんで、うん、ちょっと今回もちょっとそういう、うん、あの話ちょっとみんなとしたいなと思ってまして、ぜひぜひ皆さんお集まりくださいませ、うん、会場来れる方は会場来ていただいて、遠いけど行けないわって方は配信で一緒に盛り上がりましょう、はい、という感じでございました。みんちゃんは告知ないんですか。告知ないですね11月でも歌うっていうくらい、あ、はい、ライブ、はい、兄ちゃんのライブレアですからね、はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はいはい、まあ、今日はまあんまりそんなたくさん告知入れないんでこの辺で終わりますけど、はい、また、来週木曜日夜8時にお会いしましょう。塾長津田優希と兄ちゃんでした、ありがとうございました。